6001、6002、6003、6004、6005、6006。イエーイ、スーパードラゴンヒーローズ研究所のドクターロックです。宣伝担当のキーボーです。よろしくお願いします。暑かったですね、はい、ツアー。いやー、めちゃくちゃ盛り上がってたんでね。いろんな会場を覗きに行ったんですが、はい、とにかくみんなうまい。優勝者たちが、はい、ついに東西代表ヒーロー決定戦に、いやー来ましたね、行かれるということでね。本当にその東西代表ヒーロー決定戦本当楽しみで、はい、まあ、その東西代表決定戦が実施されるのがジャンプビクトリーカーニバル2019で、スーパードラゴンヒーローズもですね、当然ブースを構えさせていただいておりまして、うん、その中ではフリープレイコーナーでしたり、はい、で当然東西代表の決勝戦、はい、というところもやっていきますので、はいはい、ぜひご来場される方はですね、ぜひヒーローズブースにも遊びに来ていただけたら。それで終わりですか。大事なこと忘れてるじゃないですか。カードもらえるんですよ。こちらですね、来場者特典でこちらの、はい、孫悟空 BR のカードがもらえちゃうんです。かっこいい。これ行ったらもらえちゃう、すごくないですか。素晴らしい。さらにですね、はい、なんとブースターパックの先行発売もあるんです。こちらはですね、 JVC の物販コーナーでお買い求めいただけますので、はい、皆さんぜひゲットしてください。お願いします。フリープレイコーナーで遊んでもらえると、はい、トーナメントパックの先行配布もあるので、ぜひこちらも楽しみにしてください。今日はですね、はい、球団の情報、ユニバースミッション球団、はい、この球団の情報めちゃくちゃ詳しい後輩を連れてきましたんで、ドクター、あー、びっくりした。そこドクター、いらっしゃい。スーパードラゴンボールヒーローズ研究所新人ドクターのドクター愛と申します。よろしくお願いいたします。ドクター愛、ドクター愛、どうしてもやっぱ出たいと。どうしても出たい、どうしても出たい、自分から出たいと。からいいですね、その熱意。いいですね、お揃いの衣装で。いや、そうなんですよ。すげえ細かいですけど、はい、ここに僕線入ってるんですけど、あ、入ってない。いや、出世すると、そうなんですよ、ロックさんの一枚上り詰めると線が入る。じゃあぜひぜひそのニューマスミッション球団の情報を早く知りたいので、はい、じゃあ稼働日から、はい、ユニバースミッション球団の稼働日が7月11日に決定しました。今回の球団は非常に盛りだくさんになってるんですよね。盛り盛りですよ。まずはですね、はい、7月12日から7月14日まで、はい、なんと経験値が7倍。うわー、すごい。そんなに7倍。どんどん増えてますね。7倍。さらにですね、はい、今回はなんと、うん、始めようキャンペーンも開催されています。始めようキャンペーン、はい、1つ目、はい、スーパードラゴンボールが6個ももらえちゃいます。おー、いいですね。すごい、初回プレイ。あ、そうです、初回プレイ限定で、はいはい、そしてなんとアバターレベルが12人、いきなり12人アップしちゃうんですよ。なるほど。そして、うん、スーパーシェンロンのお願いになんと、はい、アバターがスーパーゴッドクラスにいきなりアップできちゃうというキャンペーンもあります。いいですね。実は、はい、まだあるんですか。もう1個持ってきておりまして、はい、おお、何ですか。新規登録者限定で、はいはいはい、ゴジータの VR カードがもらえちゃいます。おお、ってことは召喚アプリがもらえるってことですね。そうですね。ボール6個もらえて、はい、アバターがレベル12になって、はい、スーパーゴッドクラスアップしてゴジータももらえる。盛りだくさんなんでね。でもね、ロックさん、アイちゃん、はい、これだけじゃないんですよ。これだけじゃない、なんとですね、店頭配布カードもあるんですよ。そうだ、今回はですね、はい、豪華2週連続店頭配布キャンペーンとしまして、7月13日からはこちらのゴジータゼノがもらえるんです。これ、この後説明がある最新の、はい、タッチアクションアビリティを持っている。さらにですね、はい、翌週7月20日からはこちら、はい、孫悟空 GT がもらえるんです。いやー、いいですね。この3人ですよ。やっぱ GT といったら悟空、トランクス、パンですから。もしかしてトリプル持ちですか。そうなんです、これトリプル持ってるんですよ。めちゃめちゃ使いやすいんです。ぜひこの2枚お店でゲットしてください。ぜひお願いします。お願いします。キャンペーンカードの紹介を、お、待ってました。はい、と思います。じゃちょっと取ってきますね。ロックさん、ロックさん、ロックさん、取ってきました。早い。いやー、2秒。今回ですね、キャンペーンは2種類ございまして、はい、2種類、はい、今回にキーソードロックキャンペーン、はい、で、もう一つがドラゴンボール GT キャンペーン。あの名作が、そうだ、名作がついにキャンペーンカードになって登場、はいはい、キーソードロックキャンペーンのカードの方から、紹介したいと思います。はい、はい、こちら
孫悟空ゼロ、お孫悟空ゼロの後ろに書いてあるのが、はい、キーソード、キーソード、はい、暗黒王メチカブラ編で、はい、このキーソードが非常に重要な、はい、キーアイテムなんですね、まさにね、キーボーだからね、キーボーだけにね、はい、恥ずかしい、はい、このキーソードがですね、はい、新しくタッチアクションアビリティとなって、カードになって登場いたしました。敵チームが5人以上の時にアタッカーにすると発動、選んだ敵を攻撃し、その敵の気力を超ダウンする、うん、さらに、封印成功で次のラウンド中はその敵の全てのアビリティが発動しなくなる、カッコ1回1回で相手のアビリティをロックしちゃう、ロックしちゃうんですよ、キーでロックしちゃう、ロックだけにね、キーボードアビリティ、今までにない新しいアビリティになっておりますので、うん、はい、まあ、ぜひね、これをもうゲットしていただきたいなと思っております、はい、続きましてこちら、孫悟飯ゼロ、敵のパワーとガード永続でマイナス1000、そして、封印成功で同じく全てのアビリティが発動しなくなるというような形になります。相手のアビリティを防ぎつつカードごとにちょっとした能力がある、そうなんですよ、それぞれ能力が違いますので、どんどん紹介していきますね、はい、続きまして、孫悟天ゼロ、孫悟天に関しましては、ダメージを永続で 50% ダウンする、はいはい、キーソード6能力になっております。続きましてベジータゼロ、ベジータ来た、来ましたよベジータゼロ、はい、ベジータゼロが持っているのはガード永続でマイナス2000という形になります、はい、続きまして、こちらトランクスゼロ、二刀流ですよ、ほんとだ、キーソードと剣で2つの剣を持ってますね、敵のチャージインパクトを永続で速くする、いやーやっぱね、嫌ですね、チャージインパクトを速くされるの結構辛いんでね、はい、そしてマジンドミグラ、出た、共闘関係になってますからね今タイムパトロールと、いやーそうですよね、はい、黄色エナジーをマイナス1と、あ、はい、効いてくるやつですね、じわじわと、そして最後がロベル、あ、かわいい、このロベルパワーを永続でマイナス3000というような形になっております。いやー使ってみたいですね、はい、キーソードロック、やっぱね、このアビリティを、まあ、ロックするっていうのがやっぱ非常にね、うん、やっぱロック的には結構ロック的には名前的にちょっと使いたいですよねこれね、入れてみました。もう一つのキャンペーンはキーボード、はい、紹介してもらっていいですか、ここから紹介させていただきます。今回はですね、ドラゴンボール GT キャンペーンということで、はい、GT キャラ勢ぞろいのキャンペーンになっております、はい、まず1枚目こちらです、孫悟空 GT スーパーサイヤ人4です。後ろにあの宇宙船とあとギルがいるんですよ。いやすごいね、ごい、もうこの組み合わせがもうたまらないね、なんか感動しますよね、いや感動するわ。しかも新たなる旅立ちというアビリティを持っておりまして、はいはい、こちらバトル開始時自分チームの HP が1000アップする、さらに同じアビリティを持っている仲間が多ければ多いほど効果がアップすると、 GT キャンペーンの方みんな新たなる旅立ちのアビリティを持ってるんですよ。おすごい、1枚ずつ見ていきましょうか、お願いします。はい、まずベジータ GT、はい、来ましたね、じゃあスーパーサイヤ人かっこいいですよね、いや GT のベジータワイルドで、はい、来ました、おなじみトランクス GT、 やっぱね GT 編で言ったらもうトランクス欠かせないですからね、このギルと宇宙船との組み合わせも最高なんですよ、最高ですわ、はい、そして忘れちゃいけないのがパンちゃん、パンちゃん、これすごくないですか、この可愛さ、これめちゃめちゃ可愛いですよね、ちょっと飛んでる感じなのかなこれ、そうなんですよ、はい、こちらスーパーウーブ来ました、スーパーウーブ、やっぱ GT ではやっぱウーブ活躍しますから、活躍しますよね、すごいね、かっこいいですよこれ、こっからですね、うん、悪役です、悪役、GT 悪役も魅力ですよ、誰が来るのかな、さあスーパーベビー2、いいっすね、なんかこのベビーと宇宙船とギルの組み合わせちょっと面白い、いや面白いですね原作ではなかなかなかった、うん、見られない形ですけど、はい、そしてそしてスーパーまだいます、はい、スーパー17号、いやすごいスーパーですねこれは、これかっこいいですよスーパー17号、もう悪そうだ、ね、悪そうだわとんでもないやついます、とんでもないやつ、じゃじゃん、ルード、ルードがついに、はい、カードとして初参戦でスペシャルカードとして、はい、こちらですね、アタック時はチャージインパクトに勝利した時必殺技が発動する、なるほど、ですがサポートにした時はですね、うん、敵アタッカー全員のパワーを永続で2000奪う、なあ、すごい、もう相手のパワーを固定値で奪っていくんだね、今回のキャンペーンはこの2つ、はい、全部で15種類、はい、ございます、今日はですね、はい、早速このカードを使ってゲームの方をしていきたいと思います、やりますか、今日はですねうちのドクター愛が楽しみだ、見せるんで、じゃあバトルスタート、今回のミッションはドクター愛がはいチャレンジします、チャレンジさせていただきます、頼むぜー、デビュー戦、頼むよ、暗黒魔界突入編、はい、暗黒魔界のこのメチカブラの塔があって、はい、ここに多分各次元からエネルギーがいってみたいなんですよ、うん、なるほど、でタイムパトロールはその各時代につながっている扉をキーソードロックで閉じるっていうのが、はい、この物語らしいんですよ、今カード、はい、何使うのかな、何を使うんですか、孫悟空 GT、 はい、
してステップ1、スーパーベビー2、スーパーベビー2、ルードルード、今回ね、初めてね来ましたよ、ね、おぉ、でかっキーソードロック持っている孫悟空と、はい、5点、はい、さらにロベ ル, ロベルあ、キャンペーン盛りだくさんデッキですよ、はい、ルード全然転送されてくれない大きいからね、はい、あ、来ました来ました、画面やってる、すごい、さあ、どうだどうだ、ついにルードがスーパードラゴンボールヒーローズに登場、はい、ロックさんはあれですよね、はい、アイちゃんの実力は知ってるんですよね、いやもうそれはもうそうですよ、はい、やっぱこのね研究所チャンネルに出るぐらいの実力ですから、すさあここ新たなる旅立ち今発動しました、発動しましたね、 HP アップしたいですかね、ロックさんちょっとアドバイスしてあげてくださいよ、いや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 、あ、これもちょっともういい感じです、ロックさん、やば、敵の戦闘力を上回ったな、おぉ、さあ、ルードがね、はいはい、いや今回ね、ドクター A は結構攻めでね、はい、5人出して、はい、2人サポートして結構攻めの姿勢で、攻めの姿勢で展開してますね、最大の防御なんで、さあ、そしてこのチャージインパクト、さっきから続いてますが、まあ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 まだちょっと緊張が吠えてない感じが、ね、スタートきますよ、ここから緊張が、さあ、そしてロベール、チャージインパクトスピードをね早く、あ、惜しいな、そして、来ましたよ、あいつが来た、さあ、ルード、ルード、どうだ、ああここはね、残念、今回ね、ルードこのスペシャルなんでね、あ、来ましたよ、キーソードロック、早速これが見たかった、来ました、どっち使いますか、あ、お、5点の、5点のキーソードが出てきた、キーソードロック、お、キーソードが出てきて、あー、なるほど、どの敵を、お、ちゃんとおすすめが出るんですね、はい、じゃあミラーを、ミラーを封印、おー、増えた増えた、飛んでた飛んでた、来た、お、ロックチャージインパクト、おりゃ、あー、残念、なるほど、チャージインパクトに失敗してもダメージは入るんです、ね、ダメージ入るんですね、しかもちゃんとアビリティ効果も、あそこで成功したら、成功したらね、アビリティを封印できたと、封印の、ね、ここでね、しっかりガード決めてほしいですね、なかなか決まらない、決まらないぞ、ちょっとね、やっぱ初めて出てるから緊張してると思いますよ、やっぱあると思うんだよね、おりゃ、おー、ミラクル、ミラクルを引いてちゃんとガードしましたよ、ここはまだまだね、相手攻めてくるんで、ミラが残ってるんで、そうだね、ここ止めたいですね、さあ頑張れ、あー、あー、ここもね、でもギリギリ気絶はしない、よし、それで2ラウンド目になりました、おっ、おっ、ゾイウキの効果が発動する、温存したスーパーベビー2と悟空が出しどころですね、そうですね、あともう一回はじゃあスーマースイッチ2、おっ、ルードのサポート効果が出ましたね、サポート効果がね、パワーを2000になりましたね、はい、ああ先行勝ち取りました、ギリギリ先行勝ち取ったので、今度こそジャージンバック見てほしいですね、ここはね、お、気力奪いました、気力を奪いました、これはね、あ、相手ここ気絶させるチャンスじゃないですか、おりゃ、これ、あー、惜しい、惜しい、ここ決められる、頑張れドクター、アイどうだ、おー、いいね、これは大きい、しかもドロー、アビリティをね、使いこなしていきましょう、お、GT キャンペーンで、ロックさんはドローモード好きですか、はい、ドローモードが好きかどうか、はい、僕実は結構ドロー好きなんですよ、あ、そうなんですね、はい、HP 回復しますね、そういう意味ではフリーズとか相手のフリーズで止めるっていうのがね、はい、いろんなアビリティがね、キャンペーンカードに入ってるのでぜひ使いこなしていただきたいです、ということでドローが見事成功してダメージ結構与えてましたね、与えましたね、先行後攻の代わりここをドクターアイが守っていけるか、さあ守ってください、今こんにちは、でかいリアクション取れないですよ、おー、おー、これはでかい、しっかりガードしましたね、やっぱ、お、究極に邪魔か、死ねえぞっつって崩壊なんてひどいですよね、若い人たちが抜けあげて元気あげてるのに、うわぁ、いや、でもやっぱり新たな旅立ちの効果で HP 上がってるのが効いてきますね、確かに、
これ僕、うん、よく聞くんですけど、やっぱ最初バトル慣れてないから、はい、結構カードの HP 重要視した方がいいよって、はいはい、全出しか全出しだ。そしてルードも、ルードもいった。ルードもいって、潔がいい。気力はピンチですが、でも全員してた差が、いやここは先行取ってもう畳みかけてほしいね。そうですね、バトルアプリも発動して、お、はい、気力がここで返ってきました。見事見事、悟空のアビリティも発動して、お、ロックオン。しかもロックオン、誰を狙っていくか。お、お、ここはあえてね、確かにミアはね強いですから、そうですね、この弱いキャラ狙って攻めるの手ですね。さあ戦闘力はこっちが圧倒的ですね。ここはね、もうしかもヒーローエナジーも溜まってるから、はい、チャージインパクトが大事ですよ。押してほしい。まずはパンちゃん、オリア、あー惜しい。さあでもまだチャンスある、チャンスある、チャンスはまだあるよ。いやー、これ相手うまいですね、チャージインパクトが、はい、ハードなんでね、うん、なかなか通させてくれない、ね、やっぱりパーフェクト出したい。ベビー2どうだ、おー、おー出ました出ました。さあスーパーベビー2とロベルが、さあスーパーベビー2のその差がどれぐらいいったな。おー、これはしびれてしまいなさい、もうちょっと、よしよしよし、さあよし、ここで決めよう決めよう、ここで決めれる。あー惜しい、まだいけるまだいける。さあここ最後ルード、ルードどうだ、見えてきましたルードが、ルードあいつ尻尾かわいいですね。さあおお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 キーソードロックやっぱね、ちょっと惜しかったですからね、惜しかったからね。もう一回チャンスいただけないですか。やろう、アビリティ見れるまでやろう、やりましょう、よし、キーソードロック来たよ、ドクター、ドクターアイ。さあ出ました、キーソード出ましたね、キーソード。ちゃんと相手を見極めて、見極めて、来たロックチャージインパクト、いけ、おりゃ、おい、おぉすごい、どうなる、きたきたきた、おぉ、あぁあぁ、鎖が出た、この鎖が出てロックチャンス、ここでタッチアクションか、はい来ました。さあここでね、鎖を動かす、あ面白い、ガチャン、音も気持ちいい、今ねタッチアクションアビリティをやってる、はい、鎖でね、皆さんね上画面が出てるんでね、上画面ちゃんとこうやって、はい、鎖が、鎖が来ました、さあどうなる、そして、おお、ガヒアロ、いったいったね、ガッチャガチャ、次のラウンドの終わった、ロックしたぞ、イエーイ。ぜひ皆さんもですね、はい、この新しいタッチアクションアビリティぜひ確かめてみてください、お願いします、イエーイ。 SDBH 研究所チャンネルではスーパードラゴンボールヒーローズの最新情報が盛りだくさん、チャンネル登録お願いします。